こんにちは、柴田です。今回ご紹介させていただくのは、刀サウンドのオーバードライブ、神風です。あまり聞きなじみのないメーカーかもしれませんが、知る人ぞ知る、ハンドメイドのブランドになります。刀サウンド、かっこいいですよね。その名も神風というオーバードライブなんですけれども、なぜこの神風という名前がついたかっていうのは鳴らすとですね、そういうことかという感じで一発でわかりました。その名前の由来はですね、間違いなくスピード感です。ピッキングのニュアンスであったりレスポンス、このスピードがですね、今まで使った歪みの中でも飛び抜けて素晴らしいです。多分皆さん普通にオーバードライブ使っていて、ピッキングのニュアンスが遅いとかレイテンシーがあるっていうのはですね、ほぼ感じないと思います。僕も今まで感じたことがなかったんですけれども、この神風を弾いてその後にですね、別のオーバードライブを弾くとちょっと出音が遅く感じるんですよ。ほんとびっくりするぐらいのスピード感で音が出てくれるこの神風、さすがオールハンドメイドのハイブランドメーカーだと思います。裏にはしっかりシリアルとサインが入ってます。つまみは非常にシンプルで、ボスの SD1 や OD3 のようにですね、ボリューム、ゲインでトーンになってます。まあ、名前はボリューム、オーバードライブ、プレゼンスとなっているんですけれども、日本語名がしっかりと書いてありまして、ボリュームが音量、プレゼンスが存在、オーバードライブが駆動と、一つ一つがかっこいい、こだわりがありますね。鳴らした感じのですね、音はブオーンという風な感じで、ボスのオーバードライブよりも若干こもっているような感じがしたので、プレゼンスは上げ目の方がいいなと。ドライブに関してはですね、非常に幅が広くてブースターとしても使用できるし、単体のオーバードライブとしてもしっかりとした存在感を発揮してくれます。で、最初にですね、お伝えした通り、何よりもこの神風の特徴はスピード感、レスポンスの速さ、出音のスピード、これはですね、音を聞いていただいただけではちょっと分かりづらいと思うので、もし楽器屋とかで見つけたら皆さんに体感してほしいなと思います。やはり自分で鳴らしてみないと感じることができないと思いますので、ここでは口頭だけになりますが、まずはそのスピード感が素晴らしいっていうのを前提にですね、この後動画で音を聞いていただきたいと思います。Thank you.